ハイマーにまつわる雑学トップ5。こんにちは。今日は原爆の父として知られるジュリアス・ロバート・オッペンハイマーの知られざる雑学をご紹介します。オッペンハイマーは若い頃、詩や美術に深い関心を持ち、科学者になる前は文学者になることも夢見ていました。雑学その2、彼はサンスクリット語を学び、古代インドの聖典バガバッドギーターを愛読していました。実はトリニティ実験成功時の有名な言葉、私は死、世界を破壊するものとなったわ、この聖典からの引用です。マンハッタン計画中、オッペンハイマーはスパイの疑いを持たれて FBI に監視されていました。しかし彼の指導の下、計画は成功へと導かれたのです。オッペンハイマーは素晴らしい教育者でもあり、多くの優れた物理学者を育て上げました。彼の教え子たちは彼を深く尊敬し、愛してやまない人物として語り継がれています。雑学その後、オッペンハイマーは生涯、核兵器による脅威と向き合い、核軍縮や平和的な原子力利用を訴え続けました。彼の言葉は、今日においても私たちに重要なメッセージを伝えています。オッペンハイマーの足跡は、科学だけでなく、私たちの心にも深い影響を残しました。彼の人生は、知の追求と人類の未来について私たちに考える機会を与えてくれます。もっと知りたい方は、オッペンハイマーについての書籍やドキュメンタリーをチェックしてみてください。のテキスト表示。それでは機会の動画でお会いしましょう。さようなら。このチャンネルは巷の雑学を中心に動画を配信しています。この動画が良いなと思った方は、チャンネル登録と高評価グッドボタンをぜひよろしくお願いいたします。チャンネル登録の後、ベルのマークの通知をオンにしていただければ最新の動画も見れますので、そちらもよろしくお願いします。